ーリーが楽しめます。悩める主人公をうまくあや新しくストーリーを始めます。それではキャサリンの世界をゆったりとお楽しみください。夜空が満天の輝きに満ちる頃、素敵な物語をあなたと。皆さんこんばんは。ゴールデンプレシアターへようこそ。案内役は私、ミッドナイトヴィーナスこと石田ルーです。ところで皆さんはこんな怖い噂をご存知？夜落ちる夢を見た時、すぐに眠りから目覚めなければそのまま実際に死んでしまう。今宵ご紹介するキャサリンは異色の恋愛ホラー作品。ある呪いに取り憑かれた男の恐怖の一週間を体験していただきます。物語の主人公はヴィンセント・ブルックス、32歳。彼とても真面目で優しい男なんだけど、ある日恐ろしい悪夢を見始めてしまうんです。そしてさらに彼へ襲いかかる甘い誘惑の嵐。いや、もう彼ったらおいたが過ぎるんだから。果たして彼、人生の山場を越えられるかしら。全ての結末はテレビの前のあなた次第。さあ、お待たせしました。いよいよ始まります。それでは皆さん、また後でお会いしましょうね。ねえ、聞いてる？ねえってば。ちょっと聞いてんの？ああ、なんか疲れているみたいだけど大丈夫？さっきからぼーっとしてるし。ああ、ごめん、仕事朝からだったから。なんだ？何？助けてくれ！早く登ってこい！誰だ？叫んでる間に登れ！落ちて…足場が下から崩れ、方向キーで。よし！はっ！よし！よし、ふっ、石を動かして足場動かすったって。丸ボタンで石を掴んだまま、またイージーモードでは操作をやりな。よし、ふっ、よっ、ふっ。不思議な枕を手に入れると、見つけたらできるだけ。よっ、よし、ゲット。はっ、よし、ゲット。石はむやみに奥へ押すな。崩れる？石を闇雲に押してしまう。まずは引き出すことで。よし、ゲット。ふっ、はっ、よっ、よし、ゲット。よし、よし、ゲット。次に大事なことを教えておくぞ。大事なこと？その石には妙な癖がある。変だけ。石は真下に何もなく、変は繋がる瞬間。よっ、よし、はっ、はっ、よし、ゲット。変で繋がるのは分かった。分かんねえよ。要は一辺でも触れてれば落ちな。石で素早く階段を変が繋がるのをよし、
ゴールが近づくと、とにかく頑張るんだな。お互い生き延びられたら。おい、よし、よし、よし、ゲット、よし、ゲット、よし、ゲット。出れるってことか。やべえ。おめでとう。完璧じゃないか。これで地下墓地は終わりだ。これは明日の夜にまた会えるのが今から楽しみだ。それより手当とかは出んの？手当？休日出勤のに決まってんでしょ。まあ、いや、特には。特にはってつくこともあんの？いや、ないけど。ないんじゃない。ほら、2個。あ、キャサリン、死ぬ夢とかって見たことある？死ぬ夢？死にかけたとか？いや、死んでく夢、殺されてくとかでもいいかな。ないかな。殺す夢ならあるけど。え？君らしいよ。何それ。ねえ、私たちさ、何年目だっけ？え？そういや、何年になるんだ。長いから分かんなくなってるよ。あー、どうだったっけ？こっちが聞いてんのに。最近さ、やたら親が電話してくんの。どうしてんだって。へえ。もう年だし心配みたいでさ。仕事忙しいのは分かってくれてんだけど。うん、別に今のままで楽なんだけどな。まあ、なんていうか、楽なのが一番じゃん。先のことなんて分かんないっつうか。やっぱそう思う？他にないだろ。そうか、結婚な。ガキの自分からお前とも長いな。いや、待てって、ジョニー。まだ決まってないから。彼女との結婚嫌なのか？そうじゃねえけどさ、大事だし一緒にいたいけど、なんつうか、結婚はまだいいんじゃないのっていうか。わかんだろ、今がお互い気楽っつうかさ。お互い？それっぽいこと言ってたんだって。今も仕事第一ってか、もともとやりたいことやってくタイプなんだよ。知ってんだろ。いつまでもそうってこともないだろう。そういうんじゃねえって。きっとだいたい独身のお前に言われたくねえし。いや、俺は結婚は運命の相手とって決めてるだけだ。お前とは違う。今の彼女にも結婚する気はないって言ってあるんだ。運命の相手に会えなかったら？だったらする気はないね。当然だろ。さすがっす先輩。それより聞いたか、ポールの話。死んだってやつ。は？死んだ？え、ポールって、あのポール？ああ、離婚したって話は聞いてたけど、元気そうだったからな、驚いたよ。なんで死んだんだ？事故か？いや、朝部屋で死んでんのを母親が見つけたらしい。朝って、それ。ああ、原因不明って話だろ。ニュースになってるな。
マジっすか。明日の朝俺たちも死んでたりして。バカやめろっての。またでっち上げて騒いでるだけでしょ。偶然っすよニュースとか。たくトビーは能天気だな。そういや朝のことだけどさ、実はガキん時以来の寝小便かましたんだよね。なんだよそれ。超怖い夢見てさ。ま、内容はよく覚えてねえけど。うわお前いくつだよ。32。知ってるよ。なんか聞きたくねっすその話。うるせえよ、マジ怖かったんだ。おいまだいろよ。なんか今日帰りたくねえんだよ。ならキャサリンに来てもらえよ。昼間会ったばっかだよ。それにこんな話また心配かけちまうし。ああ、たくこんな奴のどこがいいのかね。ていうか悪い、明日早いんだ。まあ飲みすぎんなよ。つーわけっす先輩、悪いっすけどお先っす。電話を開くと一部のメール。ヴィンセントが発言何を意味する。仕事変わったばっかだし。You got a mail. 迷惑メールか。急に親の話とかって。You got a mail.君か、何を戸惑ってるの。早く扉に入りなよ。もう引き返せやしない。ここは罪人監獄、迷える羊が死ぬまで囚われる牢獄さ。じゃあ今夜も始めようか。ここって昨日の続きってことか。何なんだ。確かバーに女の子が来てその後。あーくそ思い出せねえ。どうなってんだ。よしふっよし。なんだその声。いいか、ひび割れた初めて見る。よしちょっといい。よしちょっと。よしやっと。石を踏んだとき足場がない方、そのまま横に。と、よしゲット、よしゲット、と、よしゲット、は、先が見、案外楽だ。右スティックを使う、迷ったら。
よし、ようやくか。あと少しだ。よし、よし、よし、ゲット。あと並んで一列に並んで一度に押せる。よし、ゲット。チェックポイントに見つけたら、よし、よし、ゲット。よし、よし、ゲット。ずいぶん上の踊り、みんなって。よし、よし、ゲット。